はい、どうも、ジルです。皆さん、今月3月ということで、プロサカで何があるかご存知でしょうか？そう、0.5 周年刻みの、いわゆるハーフアニバーサリーっていうのが行われます。今年は 2.5 周年ですね。ってことで、今度行われるプロサカの 2.5 周年では、どんなことをするか気になりますよね。ってことで、今回は 2.5 周年の準備というか、予習というか、復習というか、といった感じで、過去に行われた 1.5 周年やハーフアニバーサリー直前の2周年を振り返って、どんなイベントやアップデートが行われたかを見ていこうと思います。ってことで、まずは、ちょうど1年前に行われた 1.5 周年ですね。こちらかなりいろんな情報が出てきました。まとめるとこんな感じ。ランクマッチの実装やその他のアップデート、イベントの発表、ここでは発表されなかったんですけど、カラフェスも同時実装でしたね。また、新スキルの実装や楽曲の大量追加、クリスタルやガチャチケットの配布、お得な課金の追加、といった感じで行われていきました。まずでかかったのがランクマッチの実装ですね。皆さんランクマッチはプレイしておりますでしょうか？まあトッププレイヤーたちはプレイしてるイメージがありますが、ジールさんはもう半年以上触っていないなといった感じです。一応3回プレイするとね、確かクリスタルをもらえるはずなんで、まああの、あんまり興味ないよって人もね、何回かやってみるといいかなと思います。そして次、アップデート関係ですね。このあたりは各種称号の追加や、マスターランクのイベントボーナスの上昇など、まあ各種上限解放だったり、追加だったり、調整だったりといったアップデートが行われました。次が 2.5 周年イベントの発表ですね。こちら、世界の桜つながる思い、みたいな感じのイベントで、ニゴミクがバナーのバチャシンイベントが開始されました。またこれに合わせてね、ニゴミクの限定イラストがチラ見せ、なんて風なこともありましたね。で、さらにさらにこれに合わせて新限定スキルの登場がありました。バチャシンの 150% スキルですね。こちら現在もぶっ壊れで猛威を振るっているスキルとなっております。まあ、1.5 周年で、バチャシン4人実装っていうのがあったんで、2.5 周年もまたバチャシンイベントなんていう可能性もありますし、まあ、バチャシンイベントではなくとも限定メンバー4人、プラスカラフェスで2人の合計6人のね、限定登場という可能性がありますんで、皆さん気をつけてください。続いて、楽曲の追加情報ですね。2.5 周年の追加キャンペーンということで、確か6曲だか8曲だか、大量の楽曲追加、またそれ以外にもタイアップの発表や書き下ろしの発表等楽曲が大量に追加されました。そして皆さんお待ちかねクリスタルですね。 1.5 周年ではクリスタルが3000個配布されて、またですねミクの日に行われたガチャチケットの配布キャンペーン、こちらで決定した39枚のガチャチケット、まだね39連分のガチャがね回せたといった感じになっております。最後にお得課金ですね。まあこれは毎回やってるやつで、課金するときに、通常より多めのクリスタルをもらえて、あとは優勝クリスタルで交換するアイテムがたくさんもらえるみたいなやつですね。あと限定のライブ衣装もあったりするんで、その辺をね忘れずにチェックしておいてください。続いてハーフアニバーサリー、ここは結構量的には少なかったですね。初音ミクの劇場、この時マスター33楽曲が少なかったんですけど、33追加ということで大いに盛り上がりました。それ以外の楽曲追加情報、まあ、ここに関してはそこまでの量はなかったです。そして最後にプロジェクトメッセージということで、15個だか16個だかのね、いわゆる質問箱に対して回答するみたいな感じで行われました。ハーフアニバーサリーですね、まあ 0.5 周年になるんですけど、ここは実はそこまでゲームに関する情報量は多くなくて、ゲーム外の情報が多かったなというイメージがあります。一応ハーフアニバーサリー記念ログインキャンペーンとかでクリスタル配布、あとカラフェスの実装なんかは行われております。さあ、そして最後、何点5周年ではないんですが、2周年ですね。直近で行われている周年系イベントなので一応取り上げさせてもらいます。ここは情報量が多いのでサクッといきましょう。まずはクリスタル5000個の配布と無料70連ガチャですね。これはマジででかかったです。
続いてメモリアルセレクトガチャ、好きな星を一人自分の好きなのを交換できるという神ガチャが開始されました。他にもスタンプミッション、こちらですね、特定のミッションをクリアすることで報酬としてガチャチケットやらクリスタルやらがもらえるだったかな。めちゃめちゃ美味しいイベントでした。こちら周年系イベントということで 2.5 周年でやってくれると嬉しいんですが、まあ、やるかはちょっと微妙なところですね。前回初めて実装されたイベントではありますんで。他にもイベントの発表とカラフェスの発表ですね。この時は真冬ちゃんバナーイベントが発表されて、カラフェス限定メンバーとイベント限定メンバーが全員発表されました。さらにこの時ドリームピックガチャという最強のガチャの発表がありましたね。通常のピックアップメンバーに加えてプラスで4人、自分の好きなねメンバーをピックアップしてガチャを引くことができるというもので、そのうち1人はカラフェス限定キャラをピックアップで選ぶことができたんで、これはね、まあ、周年系イベントということで 2.5 周年でぜひともやってほしいガチャとなります。続いてアップデート情報ですね。ここはめちゃめちゃあったんですが、大きいアップデートドーンとより細かい系が多くて、各種アイテム量やキャラクターランクの調整、キャラクターアーカイブやミラー譜面、絆称号、スタンプなどの追加といった感じで、まあ細かいアップデートや機能改善なんていうのがね、中心的に行われました。最後にお得課金ですね。まあこちらも2周年で行われております。だいたい周年系やあと年末年始とか、大きなイベントがあるときはお得な課金っていうのが絶対出てくるんで、こちらはね間違いないと思って見ておいて大丈夫だと思います。はい、ということでね、さっくり振り返っていったんですけど、やはり絶対やるだろうっていうのはログインキャンペーン、それからカラフェスですね。カラフェスについては前発表なかったけどカラフェスが開催されたなんてこともあるので、まあカラフェス自体はあると、思っておいて大丈夫だと思います。なんでね、発表がなかったとしても、まあまあまあ発表がないだけどうせ来るみたいな感じでどんどん構えておいてください。あとイベント発表はあると思われます。他にはアップデートや楽曲追加ですね。楽曲追加に関しては先日ですね、楽曲の追加キャンペーンのヒントが出ておりました。まあヒントというにはあまりにもヒントがなさすぎた感じではあったんですけど、そんな感じで情報が出ているので、まあ、そのあたりで期待しておきましょう。それ以外にはゲーム内とは直接関わりがないんですが、リアル系のイベントの開催や、またそれの告知といった感じですね。例えば今度6月に世界シンフォニーが行われるんで、世界シンフォニーの追加情報発表、あとは少し早すぎるんでまだ情報出ないかなって感じはするんですが、プロセカ3周年に向けたリアルイベントの情報発表や3周年関係の情報発表がワンチャン出てくるかもしれないといった感じですね。まあ3周年もしイベントが行われる場合でしたら、その9月のイベントになるので、9月のね、チケットとかの配布を考えると、やはり6月までにはね、情報が出てくると思います。まあ、毎度ですね、情報が6月くらいに出てきて、そこからチケットを取ってってなると厳しいんで、できればね、このハーフアニバーサリーっていうタイミングで、3周年の情報を出していただけると嬉しいなぁといった感じがしています。運営さん、ぜひともよろしくお願いします。はい、といった感じで今回は 2.5 周年直前ということで、過去のね、周年系イベントや 0.5 周年イベントでどんなことがあったかっていうお話をしていきました。皆さんは 2.5 周年でどんなアップデートやイベント、まだ情報が出てきてほしいでしょうか？よければコメント欄で教えていただけると嬉しいです。またね、今度行われるワンダショチャンネルで最新情報が出ると思うのでそちら見てください。出た情報はですね、ジールの方でも動画にまとめて投稿しようと思うので、よければそちらもチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。